え、目的の場所着きました。こっからはもう鍾乳洞というか洞窟というかそういったところを巡っていく感じになると思います。でここですね、まずは富岳風穴、ここに行きたいと思います。まずここを渡ると森の駅風穴という、お土産屋さんとかそういった感じですかねがあります。風穴まで2分ぐらい、徒歩2分ということで歩いていきます。まだまだ入り口は先なんですけど、こんなガスコーナーとかが残ってたり、もうほとんどここは山の中。じゃあちょっと行っていきたいと思います。中入りますか。ちょっとどういう感じなんだろうな。まあでもひたすら入り口入ってもこのようにもう樹海みたいなところを歩いてます。こんな感じですね、まあ、本当に自然も囲まれてて、まあ、本当電波も通じないような場所に、風穴はあります。でね、まあここまず、一番最初に目についたんでこちらの方撮影させてもらったんですけど、まあ風穴ってことでね、まああとはこう主なちょっと概要みたいなのが書いてあります。え、じゃあ海抜 1000m 富岳風穴入ります。よし、ゆっくり降りていこうかなと思います。こう階段が急。じゃあね、中の方入っていきたいと思います。まずね、これ角度見てわかると思うんですけど、めちゃくちゃ階段が急です。じゃあね、ここゆっくり降りていきたいと思います。頭これ本当にぶつけるんで、真っ暗に何も映ってないと思うんですけど、じゃあね、もう本当に真っ暗なんですけど、これ本当にね、まあ映像だと本当にただ暗いところを歩いてる映像しか残ってないんですけど、こうね、頭ぶつけるんでこう鏡ながらこうゆっくり歩いてるんですけど、本当に、ね、探検してるような気分にはなれますね。ただね、こうなんか鍾乳洞みたいなのいろんなところにあると思うんですけど、こうそこまでこうそういう魅力というか見どころみたいなのは少ないです。まあ、こういう感じで鍾乳石はあるんですけど、じゃあね、結構ね、で下も濡れてるんで滑りやすいです。なんで履き慣れた靴と、あとはね、結構夏でも涼しいぐらいなんで、ちょっと羽織るものがあるといいなと思います。じゃあどんどんね、先の方進んでいきたいと思います。兄ちゃん、すらすら急でしょ。あ、見えてきましたね。ここがまあ富岳風穴の一番の見どころとも言ってもいいんじゃないでしょうか。天然冷蔵庫です。まあ、ここでね、こういろんなものを結構本当に保存してるんですよ。で、まあこんな感じでこうずらっと並んでますね。まあ、基本的にはこう蚕がほとんどなんですかね。蚕を保管してる冷蔵庫になっております。まあね、一番適温ということでね、こんな感じでこう育ててるっていうのかなみたいです。ということで、こんな感じで富岳風穴の、中は以上になります。
で、富岳風穴出まして、次ここに来ました。鳴沢氷穴、ここをすごい楽しみにしてたんで、ちょっと行ってみたいと思います。またちょっとね、さっきみたいに暗闇で何も映せなかったら申し訳ないんですけど、ちょっと行ってみたいと思います。中に入りました。結構険しい道みたいなんですけど、狭い道をずっと歩いていくみたいなんですけど、まあ、ちょっとね、どういう感じなのか、まあ氷結が見れれば面白いなと思いますけどね。じゃあちょっと行ってきます。じゃあ早速入り口まで来たんで、行ってきたいと思います。でね、こんな感じで鳴沢氷結、今道内が、0度ってことでね、まあ、非常にこう涼しいというよりはもう寒いと思いますけど、まあ、ちょっとね中の方入っていきたいと思います。入り口はちょっとだけね、こう富岳風穴がちょっと綺麗になった、整ったような印象があります。でこんな感じでね、結構ねこう外から眺めるだけでもすごい綺麗だなと思います。じゃあね、まあ、中に入らなきゃね、もう風穴氷穴の楽しみってないと思うんで、中に入ってみようと思います。階段はまあ富岳風穴ほどではないんですが、まあ急です。まあ結構ねこう道も舗装はされてるんですけど、こう狭い、こんな感じで狭い階段とかもあるんで、足元気をつけながら行きます。でもうやっぱり暗いですね。ひたすら暗いんで、もう正直これすごい撮影心配というか、もう映ってないんですけどね、何も。ただやっぱりね、こう臨場感とか、こう探検してるような気分とかを味わってもらえたらすごい嬉しいなと思います。こんな感じでどんどん進んでいきます。もうただひたすら暗いところを歩いていくような感じですね。でまあね、ここは、まあ、鳴沢氷穴っていうだけあって、こう氷穴が見れるんですけど、まあ、この時期はまあちょっとね、まだ氷結は見られないということで、まあね、ちょっと見られないんじゃないかと言われてたんですけど、やっぱり氷結は今のところ見当たらないので、ないのかなと思います。ただね、こう洞窟歩いてるだけでもね、すごいこう探検してる気分になれて、すごい面白いです。まあね、その面白さをどれだけこの映像で伝えられてるかっていうのは、まあ、かなり微妙なラインなんですけど、こういう感じでところどころ見どころはあります。でもう足元注意、頭上注意など書いてあるんですけど、地獄穴ってことで、まあ何も映ってないですよね。じゃあね、ちょっとね先行くとなんかこう綺麗なライトが見えるんで、ちょっと行ってきたいと思います。でこのブルーのこのライトが、まあこの映像を見てる限りでは唯一なんかこうちょっと洞窟内の退屈じゃない部分なのかなと思うんですけど、まあ本来だったらこういうところに氷結とかが見えてるのかなと思うんですけど、まあ残念ながら氷結は見られませんでした。ということでね、まあこういう感じで本来の、ね、氷結が見れてるんですけどね。じゃあね、さらに上の方まで登っていきたいと思います。でもね、なんかやっぱりこう夏とか行くとやっぱ避暑地としてすごいいいのかなと思います。もうね、すごいね、もう本当に秋ぐらいに、まあ、行くとすごいやっぱ寒いぐらいでしたんで、まあ、やっぱり山梨は避暑地として有名なんですけど、さらに
こう涼しくいいことを感じれると思います。で、出口出ました。ということでね、これで鳴沢氷穴以上になります。すいません、暗い映像しか映りませんでした。鳴沢氷穴出ました。いや、すごかったです本当に。ただまあ氷は見れなかったんですけど、まあ、すごくなかなか経験できないようなところに行けたなと思ってます。一応ここもこんな感じになってて、まあ、中にお土産屋さんとかもありますんで、なんかゆっくりしたい時でも全然寄れると思います。で、一応今日、まあ、この近くに樹海があるんですけど、ちょっと樹海探索をしたかったんですけど、まあ、ちょっと今日はできないということで残念ですけど、今回は、まあ、ホテルの方に戻って、まあ、次の時にまた樹海探索はしたいなと思います。なんですけど、ちょっとその前にちょっとせっかくなんで富士山が見えるところ行きたいなと思って、まあ、もう今日何度か見てるんですけど、どうせだったらビュースポットで見たいなということで、ちょっとそちらの方に行ってきたいと思います。次回は富士山が見えるビュースポットの湖やゆるキャンなどで人気のスーパーなど多くの魅力を紹介します。高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。